渡る四郎は、日本の政治家。衆議院議員、新潟県知事、参議院議員。日露漁業創業者の堤見清六は実刑。五副将、金清七代目の堤見清七、千代の四、男として、新潟県南神原郡三条町上町に出生。長兄の清六とは19歳も離れていた。幼くして、寺泊まりの海鮮問屋、渡る新寺の養子となる。 寺泊町立寺泊小学校を経て、新潟県立三条中学校を卒業後、アメリカ合衆国ニュージャージー州のラトガーズ大学に留学。建築学や数学を学ぶ一方で、アメリカンフットボール部でも活躍した。このアメリカ留学中のアメリカンフットボールの影響で難聴となった。1924年に帰国し、清六が会長を務める広漁業に入社。 国洋漁業にも出かけた。1946年の第22回衆議院議員総選挙に、鳩山一郎が総裁を務める日本、自由党公認で、新潟2区より出馬し、初当選。主に厚生委員会で活躍し、厚生政務次官を歴任、福祉の渡るとまで言われた。当選回数は、大臣経験者に並ぶも、渡るは、国会議員たるものは、第一に、 国民の代表者たるべき責任を果たすべきで、いたずらに大臣を望むべきではないと、両官運動には組みしなかった。1960年には、自民党新潟県連会長に就くが、同年11月の総選挙で落選。1963年の総選挙で返り咲く。1966年に、塚田取彦知事が、自らの贈賄事件により、知事を辞任すると、 自民党から出馬を表明し、立候補、選挙戦は、社会党の松井誠と一騎打ちとなり、約5万8000秒差で白票を踏む勝利を収め、初当選。1970年4月には、社会党の杉山善太郎を破って再選され、新潟県知事を2期務め、1974年4月には、後継に副知事の君竹を指名して退任した。 県知事退任後の7月の第10回参議院議員通常選挙に立候補し初当選。参議院議員在職中の1977年、実施のよしは亡くなった1ヶ月後に死去した。妻、静子との間には一男三女を授かり、娘、良子は北村和夫の子、健太郎と結婚した。ありがとうございます。